どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話で、まとめて紹介ね、していきたいなと思います。まず、こちらですね、ソニーバンコレット家族で利用すると利用額の 10% キャッシュバックキャンペーンということで、これからね、夏休みで海外ね、行かれる方結構いらっしゃるかな、なんていうふうに思いますので、レボリュートもね、おすすめなんですけども、こちらもね、比較的お得っていう風になりますんで、ぜひね、こちらも利用ね、していただければなと思います。私はね、ANA のソニーバンコーレットなんですけども、まあ、こちらね、ソニーバンコーレットでも、ANA ソニーバンコーレット、まあ、どちらでもですね、こちらね、対象になっているキャンペーンっていう風になっておりますんで、ぜひね、利用してください。特典はですね、海外で対面のお買い物サービスでソニーバンコーレットを利用すると、利用額のね、10% ね、キャッシュバックっていった形になります。こちら上限がね、5000円っていう風になっておりますんで、10% の5000円が上限っていう風になりますんで、5万円のお買い物までが対象っていった形になります。5万円利用すると5000円キャッシュバックしてもらえるっていう風になります。で、期間がですね、2023年の7月の20日から2023年の9月の30日までということで、こちらね、エントリー必須のキャンペーンになっておりますんで、概要欄にね、公式サイトね、載せておきますんで、確実にね、エントリーしてからね、利用するようにしてください。で、こちらのキャッシュバックの付与時期は、2023年の11月30日までに付与されるって言った形になります。で、こちら先ほども言いましたけども、ソニーワンコーレットプレイステーションデザイン版、ANA マイレージクラブ版、ソニーバンコーレット、高島屋プラチナビデビットカードも、こちら対象っていう風になっておりますんで、こちらはね、覚えておいてください。で、注意事項なんですけども、海外の利用であっても、インターネットの取引、非対面取引によるご利用は対象外ということで、基本的にね、対面でお店でね、支払ったものが、こちらね、対象っていう風になりますんで、またね、海外現地のご利用であってもですね、ご利用店舗から非対面取引のデータがですね、ソニー銀行の方に到着した場合はね、対象外になるっていう風になりますんで、まあ、基本的にね、海外の対面のね、お店で利用していただければなと思います。またね、こちらね、特に注意していただきたいと思うんですけども、タクシー配車アプリのご利用、またね、宿泊施設のご利用、電子マネーのチャージとかね、ここら辺も対象外に入ってくるっていう風になりますんで、これね、特にタクシー配車アプリ、Uber とかね、利用する場合もこちらね、入ってくるかななんていう風に思いますし、宿泊施設のご利用もね、こちらダメ、電子マネーのチャージもダメっていう風になりますんで、こちらはね、本当に注意してね、いただければなと思います。で、次にですね、レボリュート、こちらもね、来ているっていう風になっておりまして、こちらね、夏休み旅行キャッシュバックキャンペーンということで、こちらの期間が2023年の7月の20日から2023年の8月の31日までエントリー不要っていった形になります。で、こちら特典がね、10% 還元ということで、レボリュートでね、会員制度がありますよね。スタンダード会員、プレミアム会員、メタル会員ということで、まあ無料の方はね、スタンダード会員っていうね、無料会員の方が多いと思うんですけども、スタンダード会員だとですね、10% で上限が1000円までっていう風になりますんで、1万円の利用で1000円までっていう感じになります。で、プレミアム会員の方は2500円が上限っていう風になりますんで、2万5000円利用すると2500円。で、メタル会員の方は4000円っていう風になりますんで、4万円までの利用で 10% で4000円がね、キャッシュバックっていった形になります。で、キャッシュバックの時期は10月の中旬っていう風になりまして、こちらね、レボリュートに関しては、クレジットカードね、今もチャージ手数料ね、導入されてしまいましたけども、カードからのチャージ、またね、銀行振込みによるチャージ、こちらに関してどちらでもですね、このキャンペーン対象っていう風になりまして、またね、今現在ですね、残高もう入ってる方が利用していただいてもね、こちら対象って言った形になります。またね、Google Pay にね、ちょっと前にこのレボリュートね、対応したみたいなんですけども、こちらの支払いに関しても、キャッシュバック対象っていう風になっておりますんで、こちらはね、いいですよね。で、こちらもですね、海外の利用はね、対象っていう風になりますんで、国内の利用であったり、ネットバンキングの利用に関しては、こちらね、対象外になりますので、こちらね、注意していただければなと思います。まあ、こういった感じでですね、ソニーバンコーレット、またね、レボリュートね、両方ともキャッシュバックキャンペーンね、来ておりますので、ぜひね、海外行かれる方はですね、こちらね、2つ持っていっていただければなと思います。ちょっとね、レボリュートの
方は、10% 還元でね、1万円で1000円なので、まあ結構ね、少なめにはなるわけなんですけども、まあ1回でね、結構これ上限までいけんじゃないかななんていうふうに思いますし、またね、ソニーバンコーレットはね、5万円で5000円ですので、結構こちらはね、いいですよね。ぜひね、この2枚はね、持っていっていただければなと思います。で、次にですね、先日出しました、羽田空港ターミナル2のね、動画見ていただけたと思うんですけども、こちらね、結構質問が来ておりまして、現時点でですね、この羽田空港第2ターミナルの国際線制限エリアのですね、ラウンジについてですね、ちょっとね、解説していきたいなと思うんですけども、まずね、このターミナル2の制限エリアにはですね、ラウンジは ANA ラウンジと ANA スイートラウンジとパワーラウンジプレミアム、この3つしかね、ラウンジはありません。で、またですね、プライオリティパスが、加盟している、ラウンジっていうのもありませんっていう感じになりますんで、まあ、ANA ラウンジに関してはですね、ANA ラウンジ、ANA スイートラウンジね、ありますけども、ANA のね、上級会員持ってないとね、入ることができないっていう風になりますんで、ゴールドカードでね、入れる、いわゆるカードラウンジは、パワーラウンジプレミアムっていうね、こちらのラウンジがあることはあるんですけども、このラウンジもですね、ほぼね、一部のカードのゴールドカードのみがね、入れて、それ以外のあの、ゴールドカードっていうのはですね、基本的に入ることができないっていう風になるんですよね。唯一ゴールドカードで入れるっていうのはですね、こちら入室条件なんですけども、MI カード、MI カードゴールドプラスはですね、このね、パワーラウンジプレミアムですね、入ることができるっていう風になりますんで、こちらね、MI カードのゴールドが年会費5500円、ゴールドプラスは1万1000円のね、まあ、年会費、今ね、初年度、あの、利用額ね、キャッシュバックキャンペーンみたいなね、やっておりますんで、もしね、気になる方はね、概要欄からチェックしていただければなと思うんですけども、この MI カードっていうのはですね、三越伊勢丹のね、提携カードっていう風になりますんで、まあ、クーポンを使う方はですね、1万1000円の方を選んでいただいて、もしね、クーポンなんかいらないっていう方は、5500円の方ね、選んでいただければなと思うんですけども、まあ私はね、このクーポンね、年に2回ぐらいね、4200円分かな、もらえて、しかもこれね、ターミナル1の伊勢丹カフェでね、無料で食事とかもね、利用することができて、まあ合計8400円分ぐらいね、もらえて、またラウンジも利用できて、また年に1回か2回ぐらいね、1000ポイントもらえたりするんで、まあゴールドプラスの方がね、おすすめっていう風になるわけなんですけども、まあここはね、あの、お好みになるんですけども、このパワーラウンジプレミアムっていうのもですね、食事、アルコールね、利用することができるっていう風になりますんで、もしね、クレジットカードだけで、このパワーラウンジプレミアムね、入られたいっていう方はですね、このカードね、保有しておくのはね、おすすめっていった形になります。まあ、これ以外のカードはですね、アメプラとかですね、その他ね、アプラス系の、上位カード、ラグジュアリーカードであったり、ビットフライヤープレミアムカードとかね、あとね、ジャックスカードのプラチナカードとかね、ワールドエリートカードとかね、まあ、入れるんですけども、まあ、ここら辺ね、ビットフライヤーのカードはね、比較的年会費1万6500円ぐらいだったと思うんですけども、まあ、それ以外のカードはね、結構年会費高くなるっていう風になりますんで、まあ、最安は MI カードのゴールドカードですね。こちら5500円っていう風になりますんで、もしね、ターミナル2の制限エリアのね、カードラウンジを利用されたいっていう方はですね、こちら辺のね、カードを保有しておくのはね、おすすめっていた形になります。ですので、このカードを持ってなくて ANA の上級会員持ってない方は、まあ基本的にラウンジが利用することができない、普通のね、ゴールドカードのラウンジみたいなのも、まあ私が見た感じね、なかったっていう風になりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。このね、パワーラウンジプレミアムにもですね、食事アルコールはあるんですけども、残念ながらシャワーはね、記載がね、公式サイトにないので、まあシャワーはね、ないと思うんですけども、もしね、シャワーが利用したいっていう方はもうね、SFC 修行などね、していただいて、ANA の上級会員に取っていただくしかないかな、なんていうふうに思いますので、結構ね、コメントで質問来ておりましたんで、他にもなんか知りたいよっていうのがね、ありましたら、ぜひね、コメントいただければな、と思います。それでは次にですね、申し訳ないことにですね、先日ね、羽田空港のティアットラウンジプライオリティパスね、加盟へということで動画ね、出させていただいて、もうね、非公開にさせていただいてるんですけども、こちらね、公式サイトにプライオリティパスのね、記載がありまして、まあ、今回私動画作らせていただいたわけなんですけども、こちらね、公式サイト側に問い合わせした方はね、いらっしゃいまして、こちら、ご記載だったっていうことがね、分かったんですよね。いや、私はね、めちゃくちゃ興奮して、いや、来たなっていう風に思っていたわけなんですけども、
残念ながらですね、こちら利用することができない。またね、ホームページからも、このプライオリティパスの文言ね、まあ、しばらく消えてなかったんですけども、先ほどチェックしたらね、無事消えているっていう風になりますんで、まあ、完全にね、ぬか喜びでしたよね。いやー、ちょっとね、今後ね、プライオリティパスでね、ティアットラウンジ利用できたらめちゃくちゃいいなーなんていう風に思ってたわけなんですけども、残念ながらですね、利用することができないっていう風になります。それでは次に、またプライオリティパスですね。こちらは、公式サイトにね、もう記載がありますんで大丈夫です。成田空港の、9アワーズですね。ちょっと前ですね、JAL のね、ステータス特典でこちらね、紹介させていただいたカプセルホテルなんですけども、成田空港のターミナル2、地下1階にあるですね、こちら9アワーズっていうカプセルホテルがですね、プライオリティパスと提携いたしました。これもね、ティアットラウンジと同じぐらいね、話題になったんですけども、で、利用条件はですね、まず利用できるのは出発時のみ、到着時は不可っていった形になります。で、特典はですね、シャワー、仮眠がね、無料で利用することができて、仮眠に関しては、5時間まで。またね、この仮眠が利用できるのは9時から6時の間ということで、結構細かくなっておりますんで、こちらね、利用する際は確実に公式サイト確認してからね、利用してください。で、こちらね、9アワーズ自体は6時から入る場合は全てね、宿泊になってしまうみたいなんですよね。で、この宿泊時に関しては3400円のね、割引がこのプライオリティパスと提携で利用することができるっていった形になります。で、注意点としてはですね、まずこの9アワーズですね、予約することができないっていう風になるんですよね、プライオリティパスだと。ですので、直接行って空いてたら利用することができる。まあそういった感じでね、利用する感じになるんですよね。で、またね、18時以降ね、利用しに行くと、宿泊扱いっていう風になりますんで、先ほど言った通りですね、宿泊時に関しては、3400円の割引のみね、受けられるっていう風になりますんで、公式サイトのね、ツイッターの情報だとですね、だいたい宿泊費はね、8000円から1万円でね、前後するみたいなんですけれども、まあ、ここからね、3400円割引でね、利用することができるっていう風になりますんで、時間帯によってはですね、お金がね、かかってきてしまうっていう風になりますんで、まあ、基本的にはですね、日中の時間帯に、まあ、シャワーとか仮眠とかね、まあ、利用できればいいかなっていうところですね。またね、先ほど言った通り予約はできませんので、まあ、空いてればっていう感じになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、こちらの9アワーズ自体もですね、レストラン特典の一部っていうふうになっておりますんで、いつもね、このプライオリティパスをね、話していると、結構言わせていただいているわけなんですけども、このレストラン特典っていうのはですね、アメックスが発行しているクレジットカードのプライオリティパスは利用することができません。ですので、アメックスが発行しているアメプラとかですね、提携カードを含めたプラチナカード級のカードですね、こちらは利用することができないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。それ以外には、ANA アメックスゴールドとか、アメックスゴールドとかね、ここら辺のプライオリティパスもね、利用することができないっていう風になりますんで、このレストラン特典ね、結構有名になってきましたけども、アメックスが発行しているプライオリティパスね、利用することができないっていう風になりますんで、本当にね、注意してください。で、セゾンアメックスプラチナとかね、ここら辺はどうなるんだっていう話ですけども、セゾンアメックスプラチナっていうのはですね、こちらのカードなんですけども、大きくね、アメックスのね、ロゴになってますけども、こちらは、セゾンアメックスプラチナということで、発行元はセゾンカードなんですよね。ですので、こちらは利用することができるっていう風になりますんで、まあ、結構ややこしいですけども、まあ、こういった感じになりますんで、この点はね、覚えておいてください。ということで、プライオリティパスね、どんどんね、利用できるところが増えていきますね。で、7月のね、26日、あとね、3日か4日後ぐらいにですね、成田空港の国際線第1ターミナルと第2ターミナルの制限エリアにですね、ISS の新しいラウンジがね、プライオリティパスね、提携開始になります。7月の26日からね、提携開始で、食事アルコールね、ブッフェ形式で利用することができるっていう風になりますんで、まあおそらくですね、こちらね、食べ放題、飲み放題で、利用することができるのではないのかな、なんていう風に思っておりますんで、成田空港のね、制限エリア、第1ターミナル、第2ターミナルのみにはなりますけども、こういった感じでね、利用することができるっていう風になりますんで、本当にね、いいですね。もしね、プライオリティパス発行されたい、またね、年会費ね、初年度でもいいから無料で利用されたいっていう方は、こちらですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードですね、概要欄にね、リンク載せておきますんで、ぜひね、1年間使い放題でね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、試してみていただければなと思います。それでは次にですね、ANA がね、プレスリリースで、
こちらですね、EV ジェットがですね、初便ダイヤ決定ということで、8月30日にですね、羽田空港 ANA 格納庫でお披露目イベントね、実施いたしますということで、こちらプレスリリースね、載っておりましたんで、もしね、気になる方はぜひね、参加してみていただければなと思います。開催日は2023年の8月30日の12時から13時で、開催場所は羽田空港 ANA 格納庫。応募期間は7月の19日から7月の30日。応募方法ね、概要欄に載せておきますので、もしね、こちら気になる方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。それではですね、TikTok のね、ライト版のアプリがですね、こちら出ておりまして、今ね、最大5000円分のポイントがもらえるキャンペーンがやっているんですよね。こちらね、既存の方も利用することができたみたいなね、そういった話もいただいておりますんで、今までね、利用された方もですね、ぜひね、挑戦してみていただければなと思います。こちらね、Dポイントとかもね、選択することができるっていう風になりますんで、JAL マイルとかにね、交換することが5000ポイントなんで、2500マイルね、獲得することができるっていう風になりますんで、まあこちらもね、ぜひ参戦していただければなと思います。こちらも概要欄にね、リンク載せておきますので、で、こちらね、ミッション達成でこの5000ポイントがもらえるんですけども、7日間10分の動画をね、見るだけで OK っていう風になりますんで、まあこちらね、特に難しくないのかななんていう風に思いますので、ぜひね、こちらは利用ね、してみていただければなと思います。それでは次にですね、こちらの私のメインカードになりつつあるありがとうバンクカードなんですけども、こちらね、ちょこちょこね、コメントをいただくんですけども、こちらね、アメックスからのチャージで、ポイント満額ね、取ることができます。こちらね、今も取れますかって結構聞かれるんですけども、私定期的にね、チャージしておりますけども、2023年7月20日ぐらいね、上がってきた明細で、まだね、ポイント満額取れているっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。まあこちら聞いてね、発行されたいっていう方はね、ちょっと注意事項がありまして、まずね、こちら300円ぐらいのね、発行手数料がかかるんですよね。300円だったかな？もうちょっとかかったかな？まあとりあえず発行手数料がかかるっていう点と、まあ見てわかる通りですね、こちらね、IC チップもついてないんですよ。ですので 3D セキュアにも対応しておりませんので、会計は全部スライド。で、またね、IC チップついておりませんので、基本全部サインが必要。で、3D セキュア対応してませんので、スイカチャージすら利用することができないっていうね、結構三拍子揃っておりまして、めちゃくちゃ使いづらいですので、まあ、この点も踏まえてですね、発行されたいっていう方は、まあ、今ね、前澤さんでじゃんけんとかやっておりまして、残高とかでね、このリアルカード発行することもできたりしますので、まあ、参戦していただければな、なんていうふうに思うんですけども、一応この点はね、覚えておいてください。スライドできるところでね、利用する分にはですね、アメックスからのチャージね、満額ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、銀行とかですね、あとね、スイカとかもですね、利用することはできます。で、スイカはですね、先ほど言った通りね、モバイルスイカにはチャージすることができませんので、こちらで券売機を買うしかありません。まあ、これもね、まあ、利用したかったらっていう風になりますし、まあ、この券売機がなかったらね、JR もクレジットカード使えませんので、まあ、ここら辺ね、飲み込める方はですね、ぜひね、利用してみていただければななんていうふうに思うんですけども、私はね、最近こちらで切符買ったり、よく電車に乗っております。ということで、今回ですね、ちょっといろいろね、紹介させていただきましたけども、もしね、気になるものがありましたらですね、一応公式サイトあるものに関しては全部ね、概要欄に公式サイト載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。